それでは初めに上位3選手には盾が贈られます。プレゼンターは大会審査委員会を代表して夏狩隆弘審査員にお願いいたします。一般社団法人 JAF 日本自動車連盟よりの盾でございます。朝日ターボ選手にはこれで4つ目の金色の盾ということになりますね。第2位坂口瀬那選手は何を隠そう、開幕戦から5位4位3位2位と一歩ずつ上がってきています。夏狩様ありがとうございました。続きましてトロフィーの贈呈です。プレゼンターは大会審査委員会を代表して小宮山秀幸審査員にお願いをいたします。さあ金色の涼しかトロフィーお受け取りをいただきます。鈴鹿ならではのトロフィーです。鹿の首に鈴がかかっているという金色と銀色とそして銅色のトップ3トロフィーをお受け取りいただきます。第4位は宮田理智選手、トップを快走してその実力のほどアピールいたしました。第5位は菅波東吾選手、なんと最高列からの追い上げ。そして第6位は平木選手、今シーズン2度目の入賞です。小宮山様ありがとうございました。それでは続きましてオートバックス賞の贈呈です。上位3選手へ賞金ボードが贈られます。プレゼンターは ARTA プロジェクトプロデューサー鈴木あぐり様です。見事優勝朝日ターボ選手には先ほどと同様10万円が贈られます。続いて第2位坂口瀬那選手には賞金5万円が、第3位清原涼太選手には賞金3万円がそれぞれ贈られます。おめでとうございました。鈴木様ありがとうございました。